ハイナオジャパンニュースアップデート。アロハ、ハイナオジャパンニュースアップデートへようこそ。松本裕太です。ハイナオジャパンはハワイで最も視聴されているテレビ局、ハワイニュースナウの日本語オフィシャルコンテンツです。今週もハワイで報道された最新ニュースをご紹介します。それでは10月5日のニュースです。先週水曜日、マウイ郡と連邦局によるラハイナ火災に関する報告書が発表されました。それによると、火災当日の朝、送電線がハリケーンによる強風にあおられ落下。ハワイアンエレクトリック社が現場を確認後、再度通電したことで火災が発生したとみられています。消火活動が行われましたが、灰の下でくすぶっていた火の粉、もしくは高温の瓦礫が原因で同日午後に再度発火。これが数分後には住宅街へ飛び火し、大火災を招く結果となったとしています。ハワイアンエレクトリック社は声明で、午前中発生した火災の一因となったことを深く詫びるとし、被災者に対する補償金40億ドルの半分を支払うことに同意しています。ハワイが世界に誇るコーヒー産業、コナ、カウ、カウアイ、マウイコーヒーなど多くの人から愛されています。新しい法案では2027年までにハワイ産コーヒーとして表示するために必要なコーヒーの含有量が 51% 以上に引き上げられます。業界によると、これまでは 10% のみ粉コーヒーが使われたブレンドコーヒーも粉コーヒーとして販売することができていたため、ブランドの評価に影響が出ていたそうです。これからはよりハワイ産コーヒー本来の味を楽しむことができそうですね。ホノルル、金曜日の風物詩、ヒルトンハワイアンビレッジの花火。10月より開催時間が7時45分となります。夏の期間中は日が長いため8時に行われていました。これから花火を楽しまれる予定の方はお時間をお間違いなく。アメリカンアイドルシーズン21の優勝者で、ハワイ出身のイアムトンギさん、彼が年末の4日間ブルーノートハワイでコンサートを行います。アメリカ中を魅了した美しい歌声を聞いて新年を迎えてみてはいかがですか。チケットは85ドルから、ブルーノートハワイのホームページでご購入いただけます。ホノルルでは10月はプライド月間。これに合わせ1日、ホノルル市長をはじめとする市のリーダーたちがプライドフラッグを掲げました。またホノルルの街にはフラッグ以外にもプライド月間を象徴する植物も。この様々な色合いを持つ花が特徴のレインボーシャワーツリーはホノルルのプライドツリーと言われています。今月ホノルルでは LGBTQ+ 関連の様々なイベントが予定されており、中でも特に華やかで活気のあるプライドパレードは19日に開催されます。多くの虹が見られるハワイ、今月ホノルルにお越しになる方は、街中で見られるレインボーを通してハワイが大切にする多様性の価値観に触れることができるでしょう。以上、10月5日ハイナオジャパンニュースアップデート、松本裕太がお届けしました。ハッピーハワイ。ハイナオジャパンニュースアップデートをご覧いただきありがとうございます。次のビデオ視聴とチャンネル登録もお忘れなく。それでは次のビデオでお会いしましょう。アロハ。